最強教材。どうも、篠原です。今回は、篠原の考える物理の最強の教材はこれだということで紹介したいと思います。まあ篠原ね、この後ろ全部参考書で、まあ、物理もね、まあ何十冊も持ってるんですけど、その中でまあこれがね、最強じゃないかなってのを紹介します。ただこれはね、どの偏差値帯の人にとって最強かということも含めて紹介したいということで、まず偏差値がまだ30代だという人はこれですね。漆原さんの、物理基礎物理が面白いほど分かる本、これがね最強だと思います。で、何が最強かっていうと、これまで物理っていうのは独学ができない教科だったんですね。言ったらその分かりやすい先生に教えてもらわないと、まあ、物理っていうのは理解できない、習得もできないと、そういう教科だったんですが、まあ、この本が登場してからというか、まあ変わったんですよね。この本を見ながら勉強してもらっても OK になったと。だからうちの塾のカリキュラムとしても、まあこの本が登場するまでは、だからまあだいぶ前ですね、は言ったら物理はもう授業聞きましょうと。で、先生が悪いんだったらもう答申とか行かないとしょうがないねみたいな話だったんだけど、まあこの本を正式に、カリキュラムに組み込むようになってからは、独学で、やれないこともないから、まあこれで勉強しちゃいましょうっていうふうに指定していくことも増えました。まあやっぱりね、分かりやすい先生に教えてもらうのが一番いいんですけど、まあ偏差値帯が30代、まあ45いかない、そういう人は一旦これで、しっかりね、物理を、まあ、勉強してもらったらいいんじゃないかなと思います。だから偏差値45以下だったらもうこれが最強ですね。はい。で、偏差値40を超えてきてから、まあ45を超えてきてからなんですが、学校で、リードアルファとか、ニューグローバルとか、まあ、セミナーとか配られてると思うんで、まあ、これがね、いい教材なんですが、あえてセミナーとか、まあ、ニューグローバルとか外すのであれば、まあ、やっぱりね、これに落ち着くかなっていう、良問の風ですね。偏差値60代になるまでは、これが、まあ、問題集としてはすごくいいと思います。なぜかというと、良問のカフェ、うちの篠原塾のその一番トップの講師がいるんですけど、まあ、トップから2番目の講師がいるんですけど、そのトップから2番目の講師が京大受かるために、何をやったのかっていうと、これを6周したそうです。6回これをやったらしいんですよね。で、そしたら京大受かったということで、まあまあそれぐらいの教材です。まあやり込む価値のある教材と。で、問題数も148ぐらいかな、148ですかね、台と結構少なめだし、まあ、148台なんで、まあ、何回も周回できるし、まあ、河合塾名物のその解説がめっちゃ分厚いと、いやくて、まあ、これが問題でこれが回答なんですけど、まあ、分厚いですよね。ということで、まあ、非常に問題数も多くて解説も丁寧で、まあ、載ってるものも難しいと。ただ、やっぱりね、偏差値40代だと、これやってからじゃないとこれきついと思います。で、偏差値60代になるためっていうことで言うと、まあ、これがいいと思うんですけど、まあ、さっきね、京大これ一冊で受かったみたいな話したんですけど、まあ、普通はそうはしません。偏差値60代から70になるための最強の教材は、まあ、これかな。重要問題集というところで、重要問題集までで阪大までは受かります。実際、篠原の生徒で言うとこちらですね。彼は、部活をずっと頑張ってて、まあ、物理の習い終わるのが11月っていう、ちょっとまあ、難しい状況の生徒だったんですが、でも阪大現役合格しました。理系でね、現役合格しました。で、まあそういう生徒が、その生徒が使ってたのがこれということで、まあ重要問題集なんて過去問やったらもう十分阪大対応できたんで、まあ重要問題集はやっぱり最強の教材と言っていいんじゃないかなと思います。だから偏差値40代、30代の人が45以上にするためにはこれがいいかなと思うし、偏差値45以上が60ぐらい、60以上にするにはやっぱり良問がいいと思うし、60以上ある人が70にするには重要問題集がいいと思います。まあこの他にね、難問題の系統とその解き方とか、まあ名門の森だとか物理のエッセンスとかあるんですけど、まあ物理のエッセンスはね、あれはちょっと難しいです。言ったら学校で使って、学校の先生が教えるのが上手くて、かつ、その使ってる生徒自身も、まあ、物理の素養というか能力があれば、まあ、いけなくもないけど、エッセンスが一番最初ってのは、まあ、今まで王道だったんですけど、
ちょっと難しいかなって思いますね。正直このこれのね、完成度が高すぎるんですよ。これの完成度がすごいいいので、まあエッセンスじゃなくてこっちでかました後、まあセミナーとか持ってるんだったらセミナーをやってもらうことが最近は増えたかな。はい、ということで、最強の教材の紹介ということでした。ぜひ、物理ね、特に独学でやるのしんどいじゃないですか。独学でやるのしんどいよっていう人は、まあこの本で勉強してもらえればなと思います。今回のはこれで以上です。ご視聴お疲れ様でした。